じゃーん。ということで、はちょっと逆光が厳しいですが、昨日撮ったこのポケットシネマカメラ 4K で撮ったタイムラプスをいきなり見ていただいたオープニングだったんですが、ちょっと失敗しましたね。やっぱりここに距離があるんで、ちょっと暗くなってくると、ガラスに反射しちゃって、うまく夜のタイムラプスが撮れなかったんで、このラバーでここの反射を防止するやつ、前買ったやつをつけて今度は挑戦したいなと思ってます。おはようございます、ドリキンです。本日も散財小説ご覧いただきありがとうございます。ということで、ちょっと連日のドヤというか、この、ソニーの新世代、Vlog カメラ、ZV-E10 の、レビューというか、もうレビューじゃないですけどね、実際に使ってみたものを見ていただくのが一番、ある意味評価になるんじゃないかと思って、日々こう、もう Vlog 的にガンガン使っている動画っていうのを今、毎日上げてるんですけど、初日2日目ぐらいまではできるだけデフォルトのセッティングを尊重してあまりいじらずに、昨日からちょっとピクチャープロファイルっていう、カラグレっていうほどではないですけど、ちょっと色味を変えるっていう設定をやって、標準何にも考えずに標準で撮るのが一番綺麗なんですけど、やっぱシネフォーにするとなんかちょっとシネマ感、その名の通りちょっとシネマ感というか雰囲気が出るっていう感じで、今のところ僕のファーストインプレッション的な感じでは、マイクはもちろんいいんですよね。もうマイクは文句なくて、もう本当に、このカメラってマイクにちょっとカメラ性能がついてるぐらいに考えるとめちゃくちゃいいんじゃないかと思って、もうポータブルマイクを持っていくぐらいならこれで撮っといて、ついでに絵も撮れるよぐらいに考えると、ある意味こう、セカンドカメラの新たな概念みたいな感じで、本当マイクは素晴らしくて、ただそう言いながらも、画質が思ったよりいい具合にチューニングされてて、本当に昨日のシネフォーとかもすごい雰囲気いい感じに撮れてるんで、で夜景とかも、結構強い感じがするんで、ちょっといくつかあるレンズを、この、ZV-E10 につけて変わるのか変わんないのかっていうのを今日は検証するのをメインにしていきたいなと思っております。メインで動画を撮るときに、結果的に Vlog 撮るときに一番便利なのがこのカールツアイスの、1635のレンズですね。で、もう一個同じ1635なんですけど、これは F2.8 っていう明るい、その分全然デカさも違うんですけど、こんなデカさ違うんですけど、重さも違いますけど、これはGM レンズと言われている、ソニーの GM レンズといえば最高峰、レンズなんですけど、この画質はもうこれがマックスみたいなレンズもあるので、ちょっとこれも使ってみて、この2つを、この16、1650の、パンケーキレンズと比べてみて、どのくらい画質が変わるかっていうのを検証していこうかなと。今日はそういう動画にしようかなと思っております。せっかくなんで、ちょっとこのアングルで、もう早速レンズを変えていこうと思うんですけど、今までがこのパンケーキの、1635の、これ一番、明るいところ、最広角のところだと、一番明るくして F3.5 で、ズーム 50mm になると F5.6 になるという可変の、F 値が可変するタイプのレンズですけど、こんなめちゃくちゃコンパクトで、軽いんですけど、このレンズで今まで撮ってたやつを今度は1635の、カールツアイスの Z レンズにしてます。で、全開放で撮ってるんで、これは F4 になってると思うんですけど、この状態で撮っていて、でもこっちの方が明るいんで、ちょっと絞った感じにはなってるかもしれないですけど、画質の違いとかどうですかね。ちなみにそう、今日は色味に関しては昨日と同じで、結構シネフォーの色味が気に入ったんで、昨日のインボディカラグレと全く同じ設定にしてます。一応レンズを変えても、カラグレ変えてしまうと、比較にならないと思うんで、全部今日もずっとこの色味でいこうとは思いますけど、レンズを途中は変えていくっていう、そういう感じで、検証になればいいなと思っております。じゃあさらに次、この GM レンズ。GM レンズに変えて、画質が変わるか、行ってみます。ドン、ザッと。
っていう感じで、今度これが1635の GM レンズに変えました。今までこの、1635の Z レンズだったのを GM レンズに変えて、いやこれはもうねボディより3倍くらいレンズの方が重いしでかいんじゃないかっていう感じで、ちょっとこのバランスがなんかほとんどレンズがもうボディみたいな感じになって、すごい状態にはなってるんですけど、画質の方違いが見えますでしょうか。これは F が今一応 2.8 で、一番全開放になると 2.8 なんで、今までのこのレンズ2つと比べるとかなり明るいんで、ボケ見もどうですかね、少し APS-C とはいえ F2.8 で結構ボケ見も出てるんじゃないかなという気はしますが、違いがあるでしょうか。いやいや、しかし改めてこのレンズも大きいけど GM レンズはちょっとデカさも重さもちょっと桁違いなんで、これはやばいっすね。さあちょっと最近なかなか昼間に外に出る機会が減ってきたんで、今日もランチスパークでエスプロあたりに行こうと思います。で今これレンズは、GM レンズです。一番でかいレンズを、もうこうなってくるとあのグリップいらないですね。レンズを持って自撮りするっていう、こっちの方が距離も稼げるしバランスもいいんで、ちょっと GM レンズつけてランチに行ってまいります。うわ、花金、さすがにみんなスパークに集まってますね。結局エスプロめっちゃ混んでるけど、ちょっと時間かかりそうですね。じゃーん、スーパーフルーツスマッシュ、ラムネの味のするやつです。これとこれはフルードポーク、うまいやつ、パスタラミメルトです。さあということで、今ちょっとランチで外に出てきたんで、せっかくなんでちょっとここでもレンズ検証してみたいんですけど、今まだ1835の GM レンズつけてて、しかしこれ今最高角端にしてるんですけど、ちょっとあの画角狭すぎでしょう、もう手が届かない。こっからさらに 3,40 センチぐらい先にレンズの頭があるぐらいまで距離離れないとこの画角が撮れないっていう。でですね、今一応この中に先ほどのパンケーキと、私キットレンズのパンケーキとサイスの1635両方入れてきたんで、せっかくなんでちょっとここでレンズを変えてみようと思います。じゃあまずツアイスの方に行ってみます。はい、ちょっとこれで今カールツアイスの方のレンズの1635にちょっと距離を伸ばさないと、変えまして、同じく 16mm の最高角端にしてます。画角は同じはずですけど、さっきまでがこの1635の GM レンズで、今度 Z レンズで撮っているって感じですね。ちょっとあんまり画角が本当に狭くて、あんまり背景も映り込めないんで、どのくらい画質が違うのかがいまいちわからないんですけど、じゃあ最後にもう一個、これがあのキットレンズですね、標準でセットで入ってたキットレンズ、これにも切り替えてみようと思います。ちょっと明るすぎて、そもそもなんかちゃんと録画が撮れてるのかもモニターが分かりづらいんですけど、さあ直前がカールツアイスの Z レンズ、その前が GM レンズで、今はこれ標準の、まあ、一番安い、画質的にはこれが一番悪いと思われるパンケーキレンズにしてるんですけど、まあかなり光量があるんで、もしかしたらそんなに画質差とか出ないのかもしれないですけど、映りの違いどうでしょうか。ほんとこの ZV-E10 に関しては思ったより画質がいいのと、この標準のパンケーキレンズの画質が意外と悪くないっていうところで、ちょっとそれでもやっぱりさらにこういういいレンズにすることで画質が上がるのかどうなのか、まあ、これとかもう本体の3倍以上値段がするんで、ちょっとこのカメラにこのレンズはバランスがいいのかどうかっていう問題はありますけど、ちょっと画質の比較の参考になれば幸いです。ちょっとさっきの自撮りが参考になるかどうかわかんないんで、ちょっと一応今度手持ちにして、これまた標準のパンケーキレンズですけど、これでズズズズズっとこういう感じでパンしていく映像を撮ってみようと思います。180度ぐらいのちょうどこの映像を撮ってみてどうでしょうか。標準のパンケーキレンズの画質です。
じゃあ次に、ツアイスの Z レンズですね。これの 16mm ですけど、これはさ何度も言ってるようにレンズ内手ブレ補正も入ってるんで、標準のズームレンズと一緒で結構一番安定度がこれは高いはずなんですけど、違いは出るでしょうか。さっきのとこれとはほぼ同じぐらいの手ブレ性能が、手ブレ耐性があるはずなんですけど、どうでしょうか。でじゃあ最後が、まあ、キングオブレンズですね。ソニーのキングオブレンズである GM レンズです。これはレンズ内手ブレ補正がないので、ボディ内手ブレ補正だけで、今スタンダードの手ブレ補正だけで補正してますけど、まあこのくらいだったらそんなに手ブレ補正が致命的になるってことはない気もするんですけど、やっぱ細かい微振動は抑えられない、レンズ内手ブレ補正があった方が抑えられてるんじゃないかなと思います。Song for those who wait, for those who can celebrate, those who always know the way, those who would never say. I make you feel bad 'cause it's full moon. I make you feel bad 'cause I hate myself. Those who call you on your phone and know what to say without any help.だ正直この ZV-E10 とかにこの GM レンズとかこのすごい高いレンズをつけるのは重いしでかいしありえないって思ってたんですけど、やっぱ意外や意外こうつけてみると、結局なんかやっぱり本来であれば α7S3 とかにつければレンズも重いし本体も重いんですけど、やっぱ本体が軽くなってる分全体的なやっぱり重さはかなり軽減されるのと、やっぱり紙マイクだと縦方向にもかなりでかいんですけど、これはすごいこうコンパクト、ある意味本当レンズだけ持って撮ってるみたいな、レンズカメラみたいな感じで撮れるんで、意外とこれはこれでありだなっていう、なんかもし画質的に圧倒的にこれがいいんであれば、このセットも意外とありだなっていうふうには思い始めてきましたね。中途半端にこのツアイスのレンズサイズよりも GM レンズぐらいの方がなんかでかくてレンズを持って撮るっていう、本当昔あったあのソニーが出してたレンズカメラみたいな感じで撮れるんで、もしかしたらこれはこれでなんか面白い組み合わせなのかもしれないと、使ってみて想像しなかったんですけど、使う前は想像的に、まあ実際には絶対使わないなと思ってたんですけど、意外と面白い組み合わせだなと思い始めました。あとは編集して画質がどのくらい差が出てるのか本当楽しみです。じゃじゃーん、ウミネコ。なんか何気にこの 1635GM レンズと ZV-E10 の組み合わせが気に入ってきたんですけど、なんかすごいこんなところになんかビックリマンチョコ的なステッカー貼ってあるのを発見してしまいました。完全に日本でいうビックリマンチョコじゃないですか。And I start to clap